はい、どうも、パルです。はい、今回ですね、ちょっと開封の前にですね、なんかふとね、思ったことがあるんですけど、ちょっと机の上、これ、やばくね？もう見渡す限り、もの、もの、もの。はい、ありがとうございます。もうね、何かしらを買うたび、そしてね、推しを当てるたびにね、机の上のものがどんどん増えていくっていうのもうね、なんだろう、もう、しょうがないんだよね、本当に。なぜかって、それは俺が、ラブライバーだからさ。しまった。はい、まあそんなこんなで今回開封するものがこちら。はい、ラブライブサンシャインコードマスコット、こちらの方ね3つ購入してまいりましたので開封していきたいと思います。はい、コードにつけていつでも一緒ごちそうさまです。こちらですね、ここに書いてある通りコードがなくても飾れる専用台座付きということで、まあコレクションとしてね楽しむこともできて、さらにコードにも付けられるので実用性もある、さらに可愛いという3段構えとなっております。コードは付属しません。うん、知ってた。てか、このね、キャラデザめちゃくちゃ可愛いよね。このデフォルメキャラみたいなやつね。いや、ほんとに可愛いっていうか、もう、花丸ちゃんが可愛い。まあ、こちらの方もね、初めて買ったものなので、まあ、誰が当たってもいいですし、しかもね、自分のイヤホンにこうやって付けられるという点で、すごくいいんじゃないかなと。そして、相変わらず語彙力は低いな。というわけで、開封の方に移らせていただきたいと思います。くっついてるタイプのやつか。これ、開け口汚くなんだよな、絶対。だから言ったじゃん。はい、では一つ目見ていきたいと思います。3、2、1、はいと。ん、あー、マリさんか。マリさん、おお、顔見えないけど髪色的にこれはマリさんだ。はい、マリさんですね。早速開けてみましょうか。チクチカッター、カッターの使い方真似すんなよ、危ないからな。はい、そんなわけで一発目に出てきたのはマリさんでございます。こうやってね台座にかざせることもできますし、はい、こうやってねイヤホンのコードにしがみつかせて、はい、こうやってイヤホンのコードにつけることもできると。いや、いいなこれ。これめっちゃいいなぁね。早く3人並ばせてあげたよ、ここに。まあ、そしてね、マリさんが当たったから、もう言うことは一つだよね。そう。シャイニー！はい、そんなこんなで2つ目見ていきましょう。3、2、1、はいと。ん？おー、ようちゃん！はい、ようちゃん来ました。ひげちかった！マジで危ないから真似すんなよ。振りじゃないからな。はい、そんなわけで2つ目はようちゃんが当たりましたと。そしてこれをこうじゃ。いや、いいな、本当に。本当に2つ並べるとめちゃくちゃもう可愛さが、可愛さがすごいよ、これ。コード全部につなげたいわ、これ。あと、これなんとかこうやって正面向かせたいんだけど、これ、安定しねえな。やっぱこうやって手で支えてあげないとダメっぽいですね。うん。はい、そんなわけで2つ目はようちゃんが当たりました。まさか2回続けてね、言うことになるとはな。行かせていただきましょう。やったろー！はい、というわけでラスト3つ目見ていきたいと思います。いきますよ、3、2、1、はいと。ん？お、ルービーちゃん！もう髪の色で一発で分かったよ。ひぐちかった！真似するなよ。絶対真似するんじゃないぞ。はい、というわけで、この当たったルービーちゃんを、こうしますよ。ええー、もちろん、こうさせていただきますとも。そして僕の開封の時にルービーちゃんが当たったといえば、そうだね。ピキー！てか、この3体質問コーナーの時の俺に持っていってあげたいわ。シャイニー！やっそろー！ピキー！いや、何やらせて。はい、そんなわけで今回当たったのはマリさんとヨウちゃんとルビーちゃん、この3人でございます。そしてイヤホンにつけない時に余るこの残骸たち。これですね、ここに書いてあるんですけど、専用ジョイントの大きさは1ミリと 2.5 ミリのね、コードに合わせた2種類のものがねついていて、まあ僕の場合は 2.5 ミリの方を使うんですけど、まあ細いコードにね入れる時には、あ、こっちじゃねえわ、こっちのね細いやつをね使えば、まあ普通にコードのサイズに合わせることができるということで、まあ親切設計でございますね。ございますねってなんだろう。まあ今回はですね、僕の推してある花丸ちゃんは当たらなかったんですけど、うんね、今日3連続ができたからよしとしようか。何がよしなんだか僕にもちょっとわかんないんだけどね。はい、というわけで今回はこの辺で終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではさようなら。